はい、ゆきです。今日はですね、なんとじゃーん、こちらハラビロカマキリくん捕まえました。俺のね、住んでるマンションのね、今日ね、夕方4時ぐらいにね、マンションの廊下にね、いましたね。そしてこの子ね、すごいちっちゃいんですよ。ものすごく、だいたい体長7センチほどです。俺のね、親指と同じぐらいなんですよ。今ちょっと水あげたんですけど、飲まないっぽい、ね。こちらハラビロカマキリです。俺人生でハラビロカマキリね、初めて見ましたね。ずっとオオカマキリしか見たことなくて、まさかね、東京のね、足立区でね、カマキリに出会えるとは思わなかった。でね、見た感じ、この子がメスの可能性が見えねえな、ちょっと。なんか先がとんがってるんでね。先がね、このケツ。なんか倒れてる。ほら、見てください。見てくださいって見えねえか。先がね、ほら、とんがってるように見えるんですが、ほら、とんがってるでしょ。こんな感じ。これメスじゃないかなと思うんですけど。ほら、カマキリ、カマちゃん大丈夫か。あ、焦げた焦げた。こいつ勝手にひっくり返る。大丈夫かね。メスでね、ハラビロカマキリってこんなちっちゃいんですかっていう感じなんですよ。俺オオカマキリしかね、見てきてなかったんで、メスでね、こんなに7センチぐらいしかないっていうのはね、しかも今の時期でですよ。で、ちゃんと羽も生えてるんですよ。だから成虫なんですよね。それでこの大きさっていうのはね、ちょっとね、びっくりです。ハラビロカマキリは、まあこういうもんなんですがね、ちょっと詳しい方ね。でもまさかね、11月のね、29日、ね、東京23区内でね、カマキリを見かけることになるとは思わなかった。しかも家のね、超すぐそばでね、捕まえることできると思わなかったですね。とりあえずこの後はね、ちょっとこの飼育ケージの中の枝をね、いくつか採取してきて、置きたいと思います。で、まだね、以前飼っていたオオカマキリもちゃんと今元気で、生きてます。ちょっと見せます。多分ね、今日あったかかったからね、出てきたんかもしんないですね。
まあ、このカマキリくん、これはオオカマキリ、これメスですね。でお腹もねかなりまた膨らんできたんで、3個目の卵をね産むかもしんないですね、この子ね。もしかしたら、もしかすると3個目の卵を産むかもしんない。昨日餌あげたんですけど食べなかったんですよね。で食べないっていうことはだいたいお腹いっぱいってことなんでしょうけど、うん、おそらくお腹いっぱいなんですよね。まあ、だから食べないと思うんですけど、うん、まあそんなとこだな。うん、まあということでね、うん、ご視聴ありがとうございました。